加藤都市直妻は、日本の女性フィギュアスケート選手。2014年アジアフィギュア杯に、大阪府大阪市出身。おばに、コーチの加藤ゆかりがいる。大阪市立住みれ中学校、長尾谷高等学校を卒業。2016年4月に同じくスケート選手の宇野昌磨、新田国林、磯部ひなの等と共に、中京大学スポーツ科学部へ入学。 2009から2010シーズン、全日本のオビス選手権で3位、初出場となった全日本ジュニア選手権では7位に入った。翌年の2010から2011シーズン、全日本のオビス選手権で、初優勝を果たす。2011から2012シーズン、ISU ジュニアグランプリシリーズに、初参戦し、ボルボハイに出場。翌2012から2013シーズン、 全日本ジュニア選手権では2位に入り、同大会で初めて表彰台に立った。初出場となった全日本選手権では6位と、検討した。2012から13シーズン、3シーズンぶりに出場した全日本ジュニア選手権で、宮原里子に続き2位に入り、全日本選手権では、初出場ながら6位と検討する。シーズンの締めくくりとなる、プランタンハイでは、 ジュニアクラスの国際大会で初めて優勝を果たす。2013から2014シーズン、JGP 個室で3位に入り、国際スケート連盟の公式大会で初めて表彰台に立った。全日本ジュニア選手権では、ショートプログラムで14位と出遅れ、総合7位となる。同年の全日本選手権では13位に終わり、シーズン最後のトリグラフトロフィーで4位となる。 2014から15シーズン、初戦のアジアフィギュア杯で、本郷理科に続いて2位、2戦目の US インターナショナルクラシックでは3位に入った。初参戦となった ISU グランプリシリーズの NHK 杯では、ショートプログラムでジャンプのミスが響き8位と出遅れるが、フリーでは全体の4位に入り、総合で5位となった。全日本選手権では、ショートプログラムで5位につけるが、 フリーで7位となり総合7位に入る。シーズンの締めくくりとなる、プランタン杯では、ヨシヘルゲソンに続いて2位に入る。2015から16シーズン、初戦のアジアフィギュア杯で、三原舞に続いて2位入賞。続くネペラ杯では5位となる。ISU グランプリシリーズのロス・テレコム杯では10位に終わる。全日本選手権では20位となり、昨年よりも、格段に順位を下げる。 アクセルを除く5種類のトリプルジャンプを飛ぶことができる。コンビネーションでは、3回転トゥーループマイナス3回転トゥーループ、2回転半アクセルマイナス3回転トゥーループを成功させたほか、2014から15シーズンより3回転フリップマイナス3回転トゥーループを取り入れている。示す存在感、加藤都市著祭、フィギュアスケート企画大阪日日新聞。 加藤都市所在は3位、フィギュアサンスポー、コム第82回全日本、フィギュアスケートジュニア選手権大会フリーに、進出できず、フィギュアスケート、今期の飛躍が期待されるシニア女子選手、後編、大きな飛躍が期待される、加藤都市所在。ありがとうございます。